はいどうも、チャネラー流です。滑ったな、これ。まあ、いっか。ちょっと恥ずかしくなるぐらいの滑りですね。まあ、置いときますか。はい。えー、今日はですね、えー、霊気に関してちょっと喋りたいと思うんですけど、ね、霊気って言っても、えー、チャネラー流の霊気んに関して、えー、お伝えしたいと思います。で、僕がですね、 えっと、これ、まあ、ちなみに、えっと、過去のアメブロの記事を、ね、読み返しながら、えっと、こんなことがありましたよってのを喋ってます。なので、あの、記事をね、たまたま、えっと、時々こう見ながら喋りますので、ご了承ください。はい。でですね、えっと、僕がね、えー、霊気をあの知った頃っていうのは、 えっと、そもそもこのスピリチュアルっていうものをかなり疑ってました。で、この昔は僕はあの全くこのスピリチュアルの世界信じてなかったっていうのは、まあいろんなとこでこう喋るわけなんですけど、めちゃめちゃ信じてなかったんですよ。で、もちろんこのイ気っていう、あのー、エネルギーワークもしっかり。で、あのー、もうめちゃめちゃ怪しいじゃないですか。宇宙エネルギーを流すとかって言うんですよ。めっちゃ怪しいじゃないですか。はい。なので、怪しんでました。 で、あとはですね、あの、他にもですね、この冷気っていろんな種類のな、あの、冷気があって、名前がね、もうたくさんあるんですよ。まあ、あの、有名なところだったら直伝冷気とかありますけど、あとアメリカから逆輸入したのがあの西洋冷気とか、えっ、ー、と、あるんですね。あとはもう好き勝手に、あの、名前をつけて、新しい冷気エネルギーというような見せ方をしているところもありましたし、たくさんあったんですよ。 でねあの、まあ、たくさんある中で僕がどう思ったかっていうと、このレイキというエネルギーワークの本質が知りたいなと思ったんですね。で、本質を知るにはどうしたらいいかっていうと、まあ、いろんなところのレイキーの、えっと、話を聞いてですね、えー、共通する部分が本質だというのが見えるんじゃないかと。 いう結論に至ったんですね、自分の中で。なので、えっと、もちろん違うところの講座を、あー霊気の講座をね、えー、いくつか受けてみたっていうのもありますし、あとはもう数が多いんで、そんなに、えっと、まあ、受けまくってもやること,と一緒なんで意味ないですよね。なので、そのやってる人に、どんな感じなのって言って、あの、聞いてみたりですね、えー、して、えー、要するに、 えー、違うもの同士を重ね合わせて共通している部分だけを浮き彫りにさしたと、えー、いうことをやりました。で、えー、っとですね。<laughs> あとは、その共通してないところっていうのは、その周波とか流波とかのオリジナルの要素だと思うんで、えー、っと、まあ、それはもう割愛、ガシャと切り取ってですね、本質だけ見ました。 で、僕はその、最終的に霊気マスターって言って、こう、人にですね、礼、えー、でエネルギーを流せるようにできますよっていうところまで、えー、まあ、習ったわけなんですけど、まあ、ティーチャーとかって言われますけどね。はい。えー、行きました。うん。で、えー、っと、ただですね、えー、僕がこう、お伝えするのって言ったら全くパフォーマンスなし、えー、必要な部分しか伝えないっていう、あの、無駄を一切省いたシンプルなものにしました。はい。 でですね、あの、そもそもですね、僕がその霊気アチューメントって,って僕自身が一番最初の取っかかり、礼儀エネルギーを流せるようにしてもらったっていうのが、あの、遠隔なんですよ。要はスカイプを使ってですね。 えー、離れたところから話しながら、えー、霊気エネルギーを流せるようにしてもらったとっいうのは特かかりなんですね。でもこれ、あの、周波によっては、そんな遠隔なんてもう絶対ありえない。もう対面で、えー、しっかり教えて初めてできるようになるって言ってるところも実はまああったわけなんですけども、えー、そこでね、僕はまず言いたいわけですよ。この霊気っていうことはまあいろんなことができるわけなので、アチューメントも別に遠隔でもありだし、えー、対面でもいいし、どっちでもいいじゃないかと。えー、 対面が良くて遠隔がダメってことはないんだよっていうことをまず言いたいと。えー、実際僕流せますからね。はい。で、これは、あの、身をもって証明、えー、していると。はい。えー、いうことをまず言いたいですね。はい。で、えー、っと。んで、まあ、その、言ってみたらその遠隔で、 え、アチューメントを受けて、えー、いろいろ流してるわけなんで、えっと、他のところから見ると、僕がやってることっていうのは、言ってみたらもう、霊気業界の邪道なんですよ。邪道です。はい。で、 でもなんですけど、あの、僕はその物事ってものすごくシンプルにしていけると思ってまして、えっと、ややこし、ややこしくしているのはですね、パフォーマンス要素を入れたりとか、儀式的な要素を入れたりとか、えー、深刻、深刻化,化させるような要素を入れたりするのはもうパフォーマンスだと思うんですね。はい。なので、もう一切コラムを削ぎ、えー、ぎ落としてですね、霊気で大事なのはもう無心でただ単にエネルギーを流すっていうね、 えー、まあ、不純物を、人間のこう思考という不純物を入れずに、えー、いかに綺麗なエネルギーをそのまま流すかということが一番大事だと思うんですね。これってどこの宗派もあの共通しているとこなんですよ。で、これが全てだと思うんですね。はい。なので、えー、まあ、流しての思いを入れない、これに尽きるということで、いかに心をフラットにしていられるかっていうのが、まあ、大切な部分だと、えー、っと、思います。で、なんでね、えー、っと、僕はですね、 あのー、まあ、言ってみたら、霊気は遠隔で習ってるわけなんで、人に、えー、ちゃあのチャあネルアリューさんって霊気どこで習ったんですかって聞かれることあるんですけど、この時は僕、えっと、ユーキャンですって答えてます。<laughs> はい。で、えっと、ユーキャンなんで、まあ、特別にし、特別な人にだけできるんじゃなくて、誰でも簡単にできて怪しくないよっていう、そんな思いを込めてですね、えー、ユーキャンですって言って答えてるんですね。はい。えー、なんで僕の習っ レイキはは、えー、です、はいこれまあいいでしょうなかなかねスタイルが、えー、かっこよくないですかもう字が持参じゃないですけど、えー、実力勝負ってね、えー、いかに綺麗なエネルギーを流すかっていうのが本質なので流派なんてどこでもいいとなので僕は通販で通販じゃねえわ通信教育でええ霊気を学びました「u キャンです」みたいなね面白いじゃないですかこの辺も笑いの要素を入れていきましょうということで、えー、完全実力主義の霊気エネルギー ということで、はい。えー、っと、チャネラリュー流は LINE で友達を募集しております。えー、あと、えー、この動画の下に僕のホームページ、えー、LINE の違う、えー、アメブロのリンクも貼ってありますので、ぜひそちらからも、えー、チェックしてみてください。ということで、チャネラーでした。